営業利益どれぐらいでしょうかっていう話なんですよね。もちろんこれはですね、ジャンルにもよるんですけれども、営業利益率とか利益率どんなものかと、僕の、コンサル生さんで結構コーチングやられてる方いるんですよね。ゴルフのコーチングだったりとか、上達のためのとかですね、あとは、ヨガですね、あとマインドフルネスのコーチングだったりとか、いろいろ、やってる方はサポートさせていただいてるんですけども、利益率 97% 以上だと思ってますね。というのは、ちょっとしたそのあなたの時間を提供することぐらいしかコストかからないですね。あとは通信費、今は、Google Meet とかですね、Zoom も安くで使えますし、ほとんどそのネット上のサービスを使うのはそんなにお金かからないと。要は物販とかと違って仕入れのお金とかじゃないですよね。なので、利益率は 95%、7% とかなるということになりますので、かなり個人ビジネスにはおすすめだと思います。で